先輩。大丈夫だ。少し疲れただけだ。別動隊。先輩は休んでてください。しかし。あれくらい私たちで何とかなる。レパード、パドさん、行きましょう。ケ、彼らなら大丈夫ですよ。パイル、メイさん、どういうこと。こっちでの勝負がついたみたいだったからね。どちらが勝ったにせよ、頭がいなくちゃ戦う意味もないよ。こちらの決着がついたので、彼らとは休戦にしたのです。そうだったんだ。そうそう、クローのリアルの話だけど、彼らは本当に知らないみたいだったよ。本当かそれ。おそらくリアルを割ってたとしても、知ってたのはレディオだけなんじゃないかな。さすがにそれを公開するような真似をすれば、レギオン内から離脱者も続出しただろうしね。そうか。ありがとう、パイル。先輩、あんまり動かない方が。マスター、あとは僕たちに任せてください。結果は見ての通りだ。イエローレディオはもういない。レディオの仇を討ちたいというなら受けて立つが、立ち去る者を追うことはしない。どうするかは君たちで決めてくれ。慌ててる。どうやらあまり戦う気はなさそうなのです。イエローレディオにあまり人望はなかったようですね。あれはクロムディザスター。なんてやつだ。くそ、なんだこのプレッシャーは。私の声が聞こえる。え、ありがとう。彼の前に私を連れてきてくれて。私はサフラン・ブロッサム。サフラン、まさかファイブスターズから。私が彼にクロムディザスターに呼びかけてみます。あれは。なんだ一体どうなって。あの人は完全に心を閉ざしている。あの人を止めて、お願い。クーさん、一体何が。ファイブスターズはあいつには通じない。僕たちで倒すしかない。そっか、よし。 CCC のみんな、君たちも死にたくなかったら僕たちに協力してくれ。みんな、行くぞ。負けませんよ。
ちょっと待って、キック！いや！うわっ！行くぞ！やっ！やっ！ライトスピード！食いたい、壊す。バカな！ダメージが届いていないのか？なんて破壊力なんだ！本当に倒せるのか、こんな化け物を！ドレイン、いけない、回復されるのです。なるほど、疑似飛行能力の正体はあのワイヤーか。ファイル、よせ、不用意に突っ込むな。大丈夫、ワイヤーを引きちぎってやったから。でもフックが深く刺さって。これくらい。それよりあいつは、遅かったか。完全に回復してる。そんな。これではキリがないのです。ダメージを与えるだけでも死に物狂いなのに、回復まで。くそ、打つ手なしなのか。なんだ。悪い、待たせたな。つうか何なんだこれ。黄色の連中がやられてて、何がどうなってやがる。 CCC といろいろあって、けどレディオは先輩が倒した。今の相手はディザスターだけだ。なんだよ、そんな面白いことになってたのかよ。くっそ、私がいねえところでよ。しぶといやつだぜ。まあいい、黒いのがレディを相手にいいとこ見せたんなら、私はあいつをぶっ倒してやるさ。抜け駆けは感心しないな。先輩、待たせたな。みんなもう大丈夫だ。チッ、ハンビョーニーはおとなしくしときゃいいのによ。悪いな、おいしいところの独り占めは許せなくてね。壊す、全部壊す。チッ、変わり果てちまいやがって。行くぜ。
負けませんよ。当たるかな。やっ、余裕余裕。当たるかな。ライトスピード、そろそろ頃合いだな。高速弾だ、諦めな。どんなにあがいたってそいつは外れねえよ。メイ、出番だ。はい、今浄化するのです。なあ、一応確認するが、その浄化ってのは本当にこいつを元に戻してくれんのか。システム的には寄生属性オブジェクトとしてルークと融合してしまっている鎧を分離する作業ということになる。よくわかんねえけど、よろしく頼む。はい、では。なんだ今の声。え、聞こえてるの。ああ、っておい、クロウ、その光はなんだ。あ、これファイブスターズっていう強化外装だよ。今の声はここから聞こえてるんだ。はあ、初代クロムディザスターを知ってる人だよ。マジで。マジ、理屈は分かんないけど、さっきも声が聞こえたから。きっと君の心に同調したんだ。ファイブスターズを君に預けたのは正解だったようだな。あの、
浄化が無駄というのはどういうことなのです？今クロムディザスターは心を閉ざしています。どんな感情も受け付けないでしょう。そんなここまで来て。マスターベルを呼び戻しましょう。シトロンコールは時間を巻き戻す、いわば物理的作用です。精神状態がどうあろうと有効に作用するかもしれません。ダメだ、時間がかかりすぎる。ああ、さすがにリアルに戻って呼んでくるまでは拘束してらんね。じゃあジャッジメントブローしかねえだろ。でもそれじゃ鎧そのものを消滅させることには。大丈夫だ。ここに私らを騙して最下の鎧を持ち逃げするような奴はいねえだろ。それはそうだけど。だったらこれが今の最善だ。ミカ。大丈夫だって。そこで見とけ。すまねえルーク、私がブレインバーストやめたってあんたのことは絶対忘れないから。ハルユキ君、我々は遠慮しよう。はい。終わったぜ。あのさ。ああ、うるさいうるさい。それより、あんたらも一応アイテムボックスを確認してくれ。あいつの遺産を何も残さねえようにな。よし。誰も何もねえんだな。じゃあ、終わり？鎧はルークの道連れになって、ほどけて消えてった。ように私には見えた。多分、これでおしまいじゃねえかな。おい、ファイブスターズの中の人、聞こえてっか？これで終わりでいいんだよな。サフランブロッサムさんって言うらしいよ。どうなんだ、サフランブロッサム。ごめんなさい。は？そりゃどういう意味だ。おーい、なんだよ、寝たのか。クロ、ちょっと叩き起こせ。無茶言わないでよ。多分だけど、チェリー・ルークさんのことを謝ってるんじゃない？まあいいや。よし、つうわけで以上、解散。お疲れした。あの後、チーコはすぐ上へ戻ろうとしたんですけど、私が止めたんです。ゼロフィルは精神状態が落ち着かない限り、加速してもまたすぐ再発するからな。ええ、そしたら彼女、みんなに合わせる顔がないって。仕方ない。チューリ君のことは後で考えるとして、まずは春雪君、君のバックドアの削除が先だ。この会話すら加速研究会の連中に聞かれているかもしれない。私が直結して根本から削除する。何？ものの数分で終わるよ。タクム君、そこのケーブルを取ってもらえるかな？はい、どうぞ。しばらく様々なアラートが視界に走ると思うが、我慢してくれ。始めるぞ。どうだい？うん、
外部へ音声データを流す常駐アプリがなくなったと考えれば、それは正常な動きだな。ああ。さてと。今更パーティーという気分にはなれないが、少し食事をいただこうか。では、準備してきますね。私も手伝うのです。あ、それじゃあ僕も。春雪くん、明日の件なんだが。明日は、たくむくんと協力して、何としてでも千織くんを連れ出してくれ。何としてでも、だ。彼女は何一つ悪くない。罠にかけられただけであって、罪悪感など感じる必要はないはずだ。そうだろ？だったら、落ち込む必要も、私たちに遠慮する必要もない。塞ぎ込んで一人で悩むより、私たちが何も気にしていない。いや、違うな。むしろ我々が千織君を必要としていることを、ちゃんと分かってもらわないと。頼まれてくれるね。いつも嫌な役ばかり押し付けてすまない。ありがとう、春雪くん。どうした？いいよ、取ってやれ。はい。今からニコ、迎えに行く。よかったら、一緒に来てほしい。そう。すぐ行ってやれ。もともと、今日は食事をいただいたら解散しようと思っていた。こんな日だ。君は子供に親切にしてやれ。サンクス。今日は、ニコがバーストリーパーになった日。私では、ニコを支えきれない時もある。あなたには感謝して。すまねえな、わざわざ。パドは？そっか。あいつ、ルークはさ、このチャペルで、さっきまで歌ってたんだよ。毎年恒例の、合唱団のボランティアってやつで。それで、今夜はイベント終わってから、ダイブカフェに移動して、加速するって踏んでたんだけど。あいつは、自分の出番が終わった途端、チャペルの中で加速しやがった。もう、そんなにイカれちまってたんだな。ああ。昔、チャペルコンサートの後、私がサンタなんかいないって、ごねたことがあってさ。あいつ、そんな私に BB をインストールしやがった。サンタからだって言ってな。信じらんねえよな。痛いけな美少女をゲーム付けだぜ。けど、楽しかった。おかげですっかりゲーム廃人だよ。あいつ、年明けたら、今預けられてる親戚と一緒に、遠くへ引っ越すことになってたんだ。多分、引っ越したらもう、デュエルもできなくなるって思って、焦ってたんだと思う。だから、少しでも早く強くなりたくて、少しでも多くポイント貯めたくて、
あんなもんに手を出しやがったんだと思う。あいつの口癖だったんだ。ポイントしこたま貯めて、私のために加速世界にチャペルを買ってやるって、そこで歌ってやるって。ほんとバカなやつだよ。ほんと私喋りすぎだな。こんな話あんたにしても、でも誰かに聞いて欲しかったのかもな。あいつの遺産、私だけが知ってる。ルークの記憶を。でも私はそんなあいつの楽しかった記憶も全部わかってる。わかってるけどさ、すまね。少しだけ後ろ向いててくれ。食事とケーキ、君の分は冷蔵庫に入れてある。今夜はゆっくり休んでくれ。本当にお疲れ様。また明日会おう。食いたい。